実行試合協会に伴います、天下の首相等の決議案について今からお分かりしたいと思います。それはまず、事務局の方から、本文を読み上げてください。それでは読み上げます。尖閣諸島の自治統査に関する決議。昨年来、尖閣諸島を行政区としている市垣市及び石垣市議会が固定資産税課税のための自治調査や自然環境生態系の現状調査のため、尖閣諸島における自治統査が行えるよう政府に要望していたのに対し、本年1月7日、政府はこれを認めない方針を市側に文書で伝えた。この件に関しては、領土に関する特命委員会としても、石垣市の要請を受けて、自治統査を認めるよう政府に求めていたものであり、今回の政府の対応は誠に遺憾であり、我々は今後も要望実現への協力を惜しまない。これまで政府は、尖閣諸島の平穏かつ安定的な維持及び管理のため、私有地に関しても賃借を行い、その保全と対外的な現状維持に努めてきた。しかし、中国の海洋進出が顕著になっている昨今の状況を鑑みると、尖閣諸島をめぐる情勢は大幅に変化してきたと言わざるを得ない。特に昨年の中国漁船衝突事案をきっかけとして、尖閣諸島及び同周辺海域の実効支配をいかに強化すべきかが問われる事態となり、もはやこれまでのような対応が、平穏かつ安定的な維持及び管理に寄与する時代ではなくなった。今後は灯台の改修、気象観測所の設置、漁船に対する情報提供を行える無線中継所の設置、監視レーダーサイト等の有人施設の設置等、島の利活用を進めることで目に見える形で実効支配を示し、我が国の主権と領土を守る意思を国内外に明確にしなければ、平穏かつ安定的な維持および管理など到底行うことができない時代となったことを認識すべきである。また昭和45年以降行われていない魚釣島での尖閣諸島戦時遭難死没者の慰霊はご遺族の強い希望もあり、何としても実現しなければならない。国は責任と主体性を持って早急に尖閣諸島の調査を行い、島の利活用の推進に着手すべきである。我々も国会において議決を行い、国勢調査権に基づき尖閣諸島において上記の施設等の整備のための自治統査を行うべきである。以上決議する。それではこの決議案、この案文通りで委員会としては議決ということでよろしいでしょうか。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。今ですね、この決議案をまとめていただきました。で、私はあえて先生方と確認しておきたいんですが、先ほど小野寺さんからもお話ありましたけど、これを単なるスローガンに終わらせていいのかということです。もとよりそのつもりではありませんが、これがですね、スローガンに終わらないようにしなければいけないということなんです。それは結果的にこの島に有人利用をしよう、利活用をしよう、そしてそれをですね、国家としてきちんとこの仕事をしていこうじゃないかと、その方針を転換すべきだと。しかし残念ながら政府は未だに何一つ動こうとしていない。だから自民党がくさびを打ち込んで国会として動かすのに、その手段は委員会による国勢調査権の発動です。それは実地調査を行うということをですね、委員会で議決することができれば、これは堂々と政府にですね、指示を出して、そしてヘリコプターを用意するなり、いろんな調査団を組んでですね、我々は島に上がって、もう何ができるかということを調査できるわけです。で、しかもそれは先週下村さんが指摘されたように、6月の17日にはこの尖閣周辺で戦績単位の大規模なこの展開が中国からあるかもしれないと。だからその前にしっかりと日本国ですね、この意思を示すということが非常に重要で、それは各委員会でどこでできるのか、それぞれですね、これ国対と相談をして、そして選挙会場をご指導いただいて、これは党のですね、これはもうこれ我々はこれで我々ここで決議できましたから、あとは党に報告をしてですね、党として全面的にこれを動くと。皆さんそれぞれの立場でですね、ぜひいろんなアイデアを出していただきながら、まあ、私も委員会等ですね、どこの委員会が最適かということを考えながら、これはもう必ず春までに上陸するんだ、自治統化するんだと、ね、こういう決意をですよ、きちんとですね、これ決めたことを行動しなきゃいけないというのをぜひ皆さんで認識していただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、
今振動代理からありましたけれども、今回この決議は可能性はゼロではないと思います。特に、衆議院の方では代理が、委員長のところもありますし、決算行政監視委員会あるいは参議院の方ではこの中身から関連すると、文部科学委員会とかあるいは環境委員会国土交通委員会これ全て自民党の先生が委員長でございますし過半数持っているところも野党が過半数持っているところもあるようですのでこれから党の決定を踏まえまして精力的に動いていきたいというふうに思います。それでは次の議題の、竹島の方に移りたいと思います。前回最後の駆け足になってしまいましたので再度、新郎代理の方から、竹島における監督の運事これを説明していただきたいと思います。決議案配って今私が説明することはですね、文書に一つ叩きとしてまとめさせていただきましたのでそれをご覧いただいて、そしてご検討いただく方がいいと思います。でとにかく竹島のこの韓国におけるですね動きが止まらないどころかどん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 加速化しているということでございます。でそれは急にここで始まったのではなくて民主党が政権を取ったその秋以降ですね一挙にいろんなものが新しいものが出てきたということなんです。それでまず資料がございますね。ここに2009年秋以降の竹島における韓国の動きこういうものがございます。これまずですね政権交代が9月にあってそしてそれが年が明けた2月にですね新聞報道があって私どもは承知することになったんですけどもこの竹島のヘリポートの改修工事というのが2010年の2月に発注しそして9月まで工事終了予定こういう30年ぶりのですね大規模な工事というものが竹島で始まろうとしているんです。そしてそれに続いてですね、ここで言いますとまず4番のですね漁業者の宿泊所の拡張工事これも2010年の4月に着工されております。そして今年この春にいよいよ着工して5月に完成式典だという動きがあります。それから5番の太陽光の発電所これは昨年の6月にもう完成しております。全く新しい施設だったんだけども完成してもう稼働しております。さらにはですね同じく6月から宇都領島と竹島の間に定期航路が就航して1日2回の観光船がずっと行ったり来たりしてたんですね。こういった諸々の動きが始まったにもかかわらず政府がこのことを公式に事実を公表しないし韓国に一言も抗議をしないという状態が続いているんです。しかし一番大きなこの竹島のヘリポートの工事はですね、発注されましたけどもなぜかまだ着工されておりません。これも私たちが激しく外務委員会や安保委員会で追及しております。今のところギリギリですね発注したけれども着工されてないで、ここの部分によっては小康状態とか様子見の状態だったんですがそこにですね今度また年明けの今年の1月の24日にこの竹島の沖合の1キロのところに海洋科学基地を作ろうとこういう計画がすでにございましたがこれも何の事務も行っていなかったんですが1月の24日にこれが韓国政府において発注事務が開始されたという韓国側の報道が出ました。でこれは何ができるかというとこの竹島の沖合1キロのところに海上にですね橋上施設を組み上げて、海洋科学基地地上15階建て相当です。竹島の居住可能面積をはるかに超えるような大規模な施設がですね、作ろうとしている。そしてこのですねこういったことが行われているにもかかわらず全く何らこの政府がですねこれについて反応しないと私も質問収書を出しましたし他の議員からも出ておりますが事実は確認しているけれども外務省としては個別の案件については公表を差し控える。さらには累次適切な対応を取っております。こういう答えしか戻ってこないですね。で何よりも一番の問題は
この日本国民が何も知らずしてどんどん進んでやっている。実はあの東シナ海のガス田が政権交代以降の9月10月で一挙に工事が進んで、そしてあの 日中のですね政治的合意を破ってこの開発が始められたこと、これも見てみるふりをしました。年明けに竹島がこれだけの動きがあるにもかかわらず見て見ぬふりをしました。その結果がこの尖閣やですね、さらには今回のロシアの北方領土のですね取り扱いに関する日本への対応が一挙に変わってきた。そして、中国とロシアが協調して歴史的なですねこの今までの日本の主張をこの崩すような、まあ、そういうですねでっち上げの捏造のですね声明を出そうとしていたり、それから韓国が中国が北方領土にこの投資をやろうとしている。これは私は今までも何度も委員会でも取り上げてきました。政府間の計画に投資する以前に民間同士の企業間ではもうすでにロシアのですね北方領土の開発に韓国の資本が入っているというのは、これは 現地からの情報が出ているんです。ですからもう政権交代以降のわずか1年半でもういろんな懸案がまさに日本の包囲網ができつつあると。でその大元にあるのがこの韓国の竹島による動きを全く表に出してこなかったということに大きな誤ったメッセージをですね周辺国に出していると私は思ってずっと追及してきているんです。ですから今回ですねいよいよもってこれを何も言わないとするならばこれはもうこの島の主権を放棄したに等しい、私はそのように思います。ですからぜひですねここに今決議案も用意いたしましたけれども、まずとにかくこういった政府が確認している事実を国民に公表すべきなんです。それから韓国の政府に対してこういったことを抗議をして、そして正式なこういうこの竹島の開発の問題に対するですね協議の場を設けるべきだと。それからさらにですねこの先ほど平田さんから話ありましたけれども、北方領土の対策のセクションができておりますけれども、竹島の問題に対する政府のセクションがありませんね。さらに言えば領土問題をきちっと対応するですね政府のセクションがありません。そういったものをですね我が党としては政府に設置して国家としてこの領土問題に取り組むべきであると、まあ、こういうことをですね働きかけてる必要があるんではないかとこのように思っているんです。でしかも資料が間に合いませんでしたし、まだ事実確認中でございますが、これに重ねてですね韓国はこの韓国の東海岸の一帯を4兆円かけていろんなですね整備をする、そして東海岸の開発に合わせて宇都領島と竹島の開発をさらに加速させる、そしてそれは竹島周辺のメタンハイドレートの開発も行う、こういうような計画がですね韓国側からの報道で発表されております。ですからもう彼らは計画的に今こそ長年の懸案をですねやるときだということで動き始めようとしているわけでございまして、それに対して日本国政府がですね明確なメッセージと行動を出さない限り、これ我々はもうこの国家としてですね取り返しのつかないことになるんではないか、こういう問題意識を持って皆さんにですねご報告させていただきたいと思います。なので、まあ、この決議をですねぜひご検討いただければしてお願いします。それでは皆さん事務局の方から決議をまず読んでください。それで読んであります。竹島問題に対する政府の対応に関する決議案、我が国固有の領土である竹島及び周辺海域において韓国政府が不法占拠をさらに強化する計画を進行させていることが明らかになっている。本年1月24日の建設経済新聞及び1月28日の毎日新聞、いずれも韓国紙電子版韓国語では、韓国海洋研究院が1月24日竹島北西1キロの海域に建設を計画している海洋科学基地の建設工事の契約締結を調達庁に依頼したものとされている。調達庁はこれを受けて工事の設計図を作成し、入札参加資格を決めた上で間もなく入札の公告を行う予定であるという。この建設によって独と韓国名の主権を確固たるものにすることが期待される。建設経済新聞と報道されている。また本年1月19日のソウル新聞韓国紙電子版韓国語では、
竹島により多くの韓国人が居住可能とするために現在行われている住民宿泊所の拡張工事が本年4月までに完成し、5月には竣工式が開かれる予定であるとされている。現在竹島西島に存在する宿泊所は地上2階、全体面積 118.92 平方メートルだが、この拡張工事によって地上4階、全体面積 373.14 平方メートルと約3倍の規模となり、最大で40人が同時に居住できるようになるという。日本政府は以上のような韓国政府の動きに対し事実を確認しているにもかかわらず、韓国政府に対し何の対応も行ってないばかりか、主権者である日本国民に公表することもしていない。結果として我が国は韓国の行為に無反応となっており、それが韓国側に対する誤ったメッセージとなってしまっている。現に韓国は東シナ海上の蘇岩礁領島に関し中国と領有権を争っているが、1995年から2001年にかけて韓国政府は中国政府の工期を無視してここに海洋科学基地を建設した。今後我が国が韓国側の行為に対して何の対応も示さなければ、蘇岩礁と一緒に同様に竹島の施設は拡張され、海洋科学基地も完成させられる可能性が高い。我が党は日本政府の無意無策ぶりをこれ以上看過できない。竹島に関する国民世論も一層喚起し、暫定水域における漁業秩序の確立や国境離島の警備強化を進めなければならない。よって早急に以下の対応を求める。1、韓国政府が海洋科学基地の建設や竹島の住民宿泊所の拡張工事を着々と進めている事実を日本国内外に広く公表すること。2、韓国政府に対して計画を即時に中止するよう強く抗議し、この問題に関する日本政府と韓国政府の協議の場を設置するよう申し入れること。3、国民意識の啓発、領土教育の充実等の施策を進めるべく、政府に竹島を所管する組織を設置すること。以上決議する。それではこの決議案につきまして、この案の通りでよろしいございましょうか。はい、ありがとうございます。